こんにちは、マクワタンです。ヨーロッパの春のお野菜ルバーブを使って練り梅代用品を作っていきます。海外在住の方、ご存知の方多いかと思いますが、これが本当に梅っぽくなるんです。今回は練り梅に合う3品ご紹介していきます。ということでね、練り梅、代用品作っていきましょう。まずね、この汚れた茎の部分外しましょう。で、この葉っぱの部分もね、ちょっと食べれないので毒性あるのでね、はい、細かく切ります。こんな感じです。で、お鍋に移してもらって、火にかける前にまず塩もみしていきます。 100g に対して小さじ1です。今回 200g です。手袋かなんかしてね、ぐーっと揉んであげるとこんな感じでね、ちょっと水っぽくなってくれば OK です。添加します。10尾ぐらいでしょうか。お鍋温まってきたらね、ちょっと焦がさないようにね、時折ヘラで混ぜながら、中火から弱火でしょうか。はい、だいたい5分ぐらいしてくるとこんな感じで柔らかくなってきます、ルバーブがね。そしたらちょっと潰していく感じです。はい、10分ぐらい経過しました。ずっと弱火ぐらいできてます。こんな感じでね、ホロホロ崩れてきましたね。そしたら、ここからはね、もう焦がさないようにこうぐーっと崩し混ぜる感じ。はい、15分ぐらいでしょうか。こんな感じでね、練り梅っぽくなってまいりました。今回ザラッとルバーブ練り梅、紹介してきましたが、詳しく説明している動画、実は去年もう1本上げてますのでね、よかったらそちらも合わせてご覧ください。そっちの方がね、ちょっと丁寧に解説しております。こちらで練り梅代用完成でございます。とマックワタンのキッチン。はい、練り梅代用品1品目、スモークサーモンを使ってサーモン梅ご飯作っていきます。はい、ご飯です。お米はね、洗ってすでに吸水済みでございます。スモークサーモン、こちら今回 50g です。米の量は1合強でございます。ここら辺調整してください。スモークサーモンね、1枚ずつばらけてこんな感じでお米の上に入れてあげたら、だしの素ですね、小さじ1/2、これでね、なんとなくこう水になじませる感じで、こちらで炊飯してまいります。はい、炊けてまいりました。ご飯ね、炊飯器で炊く場合問題ないと思うんですが、鍋で炊く場合は白米を炊く時よりも少し火入れ時間長めです。ご家庭のコンロによってね、火力違うので一概に何分とは言い難いのですが、我が家で白米炊く時は強火で一度沸騰させ、そこから一番弱火で10分、その後火を止め10分蒸らして完成です。今回は弱火に落としてから16分から17分ぐらい炊きました。程よい時間でお鍋を少し開けてもらって、炊けてるかなと確認してもらうといいかもしれません。練り梅ごまあたりを乗せたら完成してましたね。はい、2品目です。海外でも美味しく作れるたたき梅きゅうり。きゅうりは1/2本ぐらいでしょうか。はい、きゅうりね、縦に1/4にしてもらったら、種をね、中のこの部分は取ってしまいます。包丁の峰です。こちらを使って叩きます。こんな感じでね、で叩いてこう砕ける感じで全然構いません。こんな感じでね、この砕けた乱雑な断面がね、味染みやすくなります。こんな感じでね、思いに任せて叩いてみてください。はい、調味料です。醤油、ごま油、砂糖、だしの素、そして梅です。練り梅代用、こちらね、小さじ2ほど入れてもらいまして、醤油小さじ1、ごま油小さじ1、砂糖も小さじ1、だしの素が小さじ1/2でございます。いりごまをね、パッパッパッと小さじ1ぐらい入れてもらって、こう混ぜていくんですけど、ちょっと混ぜづらかったんで、この袋かなんかね、入れてもいいんじゃないでしょうか。袋に入れた方が混ざりやすいかも。シャカシャカしてくださいということで、ある程度シャカシャカなればいいですね。簡単ですね、これね。盛り付けていきましょう。梅のね、この梅の梅肉的なやつね、梅じゃないんですけど、ルバーブ肉的なのをこうね、ドバッと乗せてあげれば2品目たたききゅうり完成です。はい、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。マックワタンのキッチン1万人登録目指しております。お次3品目です。鶏胸肉を使って梅おろしチキンカツ作っていきます。はい、鶏胸肉カットしていきます。筋とかありますけどね、今回気にせずそぎ切りにしていきます。だいたい、7、8ミリでしょうか。この厚さがポイントです。あんま厚くなりすぎるとね、胸肉硬くなりやすいので、こんな感じで OK です。お次、パン粉をつける際のバッター液ですね。薄力粉 30g、 水 50g でしょうか。はい、カカーっと混ぜてね、こんな感じのトロッとした感じになれば OK ですね。鶏胸肉バッター液ドボン、そしてパン粉です。韓国のパン粉、こちらね、ドイツのスーパーでも買えるやつですね。はい、バッター液にね、この鶏胸肉よくくぐらせてあげて、パン粉にね、こんな感じでシャカシャカシャカっとね、全体でこう押し付けるようにね、してしっかりつけてあげましょう。こんな感じでね、やってみてください。今回ね、鶏胸肉 150g で8枚ほど取れました。こんな感じでございます。
次おろしです。大根手に入らなかったのでコールラビです。こちらもねおろしてあげると大根おろしっぽくなります。はい、この上下のヘタをねまずポンと取ってあげます。結構皮硬いんでね気をつけてください。皮ねちょっと厚めに剥いてもらっちゃって大丈夫です。こんな感じでね剥けたら、そしたら大根おろしじゃなくてコールラビおろしていきます。こんな感じでねどうでしょう、大根おろしっぽくないですか。これ味付けするんでねそれっぽくなります。はい、その味付けのタレを用意していきます。水、それから白ワイン、白ワインはお酒の代用です。それから醤油、大さじ2入りまして、砂糖が大さじ1でございます。だしの素、小さじ2分の1程度添加します。一度沸騰させてねアルコール飛ばして砂糖を溶かすイメージです。こんな感じで沸騰してくれば OK じゃないでしょうか。容器に移してちょっと粗熱取っておきます。それでは揚げに入っていきましょう。サラダ油ねちょっと高いんでこのフライパンで今日揚げていきます。フライパンから1センチないぐらい油引いてもらって少なめの油で揚げていきます。はい、油温まってまいりました。点火してね、でこのパン粉かなんかねジョロッと落としてジュワッとなってくればだいたいいいんじゃないでしょうか。こんな感じでジュワーっとね中火の強火で 2、3分、はい2分ぐらいだいたい経ちましたでしょうか。このね縁の部分がちょっとこんがりと色がついてきたら、返すタイミングでしょうか。こんな感じでねあんまり長いことね、揚げすぎると鶏胸に硬くなっちゃうんでね、だいたい片面2分、もう片面2分ぐらいでしょうか。中火の強火程度です。はい、2分経ちました。早いですね。3分クッキングみたいということで、この表面がね両面ともいい感じに色づけばだいたい OK です。火通ってます。火通しすぎると鶏胸肉硬くなります。こんな感じでいい感じにカラッと揚がってるではないでしょうか。こちらを盛り付けていきましょう。適当にお皿かなんかね用意してもらって、ポンと鶏胸肉乗せてもらったらね、このコールラビおろしたやつ、大根おろしの代用でございます。代用品ばっかですね今回は。はい、たっぷりかけてあげましょう。大根、大根じゃない、コールラビおろしね。でこの作ったタレもたっぷりかけましょう。1回2回3回4回あ5回来ました。結構たっぷりつけて大丈夫です。はい、こちらですね、梅もねこれたっぷりいっちゃいましょう。梅じゃないんですけどね、ルバーブです。梅代用です。代用代用できちゃいましたね。こんな感じでね、はい、シュニットラウフ、この乾燥のやつねパラパラとかけると彩りいいんじゃないでしょうか。はい、ごまです。パラパラパラっとねごまは正義。はい、ということでこちらもね完成しちゃいました。おろしチーズ、おろしチーズ違うな。はい、こんな感じで、ルバーブ3品、じゃなくて練り梅代用でルバーブで3品完成いたしました。なんだか分かんないな、美味しそう。今から食べていきます。うめだ。出ました、おいしい。ほんとねこれびっくりするぐらい梅です。サーモン、梅ご飯、スモークサーモンの塩味と梅代用の香りが相まって、これ梅です。たたき梅きゅうり、この組み合わせ間違いないですね。梅好きも納得できるんじゃないでしょうか。そして梅おろしカツ、これ定番ですけどね、タレの配合が梅の感じが絶妙で、これも梅ということでビールいってしまいます。どうでしょうか。ビールが不滅で、どれもこれも梅代用代用。よろしければチャンネル登録とボタンよろしくお願いします。以上です。